ど、まあ、下月新聞撮ってられる方ももし見られたかもしれないんですけれども、土曜日にあのシニア劇団スターライトっていう記事が出ておりまして、今度の日曜日に公演ということで、いや、あのいつも毎年あの下月新聞には掲載いただいているシニア劇団なんですけれども、今年はすごく反響が良くて、土曜日にあのスターライトに2月19日雨と猫といくつかの嘘っていうのをやるって言ったら、もう土曜日の日にぐわーっと予約が入ってしまって、実はもう満席なのにもかかわらず今入ってきたっていう、はい。でそれでありがたいことに、まあ公演もそうなんですけれども、まあ、その見学される方の中にやりたいんだっていう方がたくさんいらっしゃって、まあ、あのこれからね、そういうのまだ人生100年ありますからねどんどんやっていただきたく、今度公演するんですけれども、まあ、男性の方もいらっしゃって、今回出る人なんかは、なんて定年を迎えて今まで1回もやったことない芝居に挑戦するっていう、はい、その人案外セリフがあるんですよね。大丈夫かなって思ったんですけど、全然こう覚えて、多分すごくあの家で練習されたと思うんですけど、あの覚えてらっしゃって、他の人たちと一緒にやっております。まあ、今回は私出ないので、あの照明と音響とやりながらトークで見てみたいなと思うんですけど、本当にすごいなと思って皆さん、そう、もう少し2日間撮ればよかったかなと思って、まあ、ちょうどこういうあのちょっとね、まあ、なかなか落ち着かないんですけれども、コロナがちょっと弱まったような、まあ、いろんなことやりましょうって方向なので、まあ、そういうこともちょっと進んできたのかなと思います。何はともあれ、次の日曜日は第3回、まあ、宇都宮の唯一のシニア劇団なので、あの入られる方はぜひとも55歳以上ならあの参加できますので、あの、はい、よろしかったらというお知らせでございました。また来月ですね、はい、よろしければいらしてください。ありがとうございます。